考えによって生み出された治ったと思われる状態や治す方法に薬、その他こうすれば治るという見通しがいくら明らかになったにしましても、それをそういうてるのは考えですから、自分自身がそれを使うということは自分を神経症に追いやることでありましてですね、その発端が常に別の自分になろうとする、より良い自分であろうとする、安心しようとするということに深い関係があるんですね。賢明な皆さん方はこの自分をめぐっての人間の知性の具合の悪い働きを一挙に今日離れて、常に外界、外側のもの、皆さんの環境にあるもの、社会、世間、そういうものを相手にして行動を開始されますや否やですね、そこに考えてもみなかった善知が現れるんですね。善知っていうのは必ず皆さんのお考えの延長上にありません。考えてこうだろうと思った、それは善知ではありませんから、必ず思いもよらんものであるんですね。もっとあるかもしれませんですが、それはこの思いもよらぬ考えてもみなかったことですね。旅外、っていうのは古い言い方ですが、意外、案外、昔の人は旅外と言ったりですね、あるいは不良っていうのは思ってもみなかったそうですね、まあ、その他思いのほかあろうことかなどという、表現もありますが、全て皆さんがお考えになったことから治ってくることはないということですね。したがって先ほど心理学、精神医学といったような心についての学問を持ってきてお話ししました通りですね、そういうものが考えで出来上がっているということからすればですね、種類が何であれ皆さん方の心の問題にご自分でそれを役立てようとなってもそれは無理でありまして、皆さんのお知り合い、あるいはご家族とかですね、そういう他人さんには役立つですね。心理学勉強しなくていいかって、そうでなくて勉強なさればなさるほど結構なんですけども、それは他人さんのために役立たせてお使いになればよろしいです。しかし、多くの人は人情として自分の方に先に当てはめ、これでうまくいかないだろうかと考えますから、それで失敗するんですね。そういうことを少しも、そういう大事な見極めが本にも書いてないですし、世間一般にきちっとしたことが言われていませんのは何としたことかということですね。いたずらにその幸福を追い求めたり、神経症を治して楽になろうとしたりと言わないまでも、テレビで心の健康などを取り扱う番組でしたら、必ずそのこういうことで心が癒されると、こういうですね、あんなことでまるで人を釣っているようなもんでありまして、そういう状態が心の健康ではありませんのです。